そして次のお題は、最近何を見てるの？昨日は夜中の4時まで起きてました。何を見ていたかっていうと、ロミオでしょ。タイタニックです。はい、これあるんですよ、タイタニックエピソード。3時間。え、3時間もあんの？うん、長っ。で、深夜にね、昨日グループラインが動いたんですよ。順平、あや、どっちがロミオとジュリエットとタイタニック借りたか、アマゾンプライムでみたいな話がありまして、うん、お父さんがその LINE を深夜にしてたのが珍しいよね、うん、あの多分焦ってんの本当に、うん、2時半とかぐらいに LINE が来て、いやいやもう3時半だから。3時半、うん、もうそれ4時とか。そんな時間に親から LINE 来ることないやん、うん、とか何と思ったら、それ不正利用されてるかもしれないみたいな、うん、怖い、うん、怖い丸で、俺もすぐ返信したの1分ぐらいで、うん、何この深夜にみたいな、うん、俺じゃないよ、わら、あやじゃないって言ったら、あやがあやですみたいな、うん、で、そのアマゾンプライム、俺もあやも入ってんだけど、うん、親のカードなんだね、うん、親が支払ってるアカウント、うん、だから親に通知が行くのよ、うん、で、その不正利用されたんじゃないかっていうのを焦ってた、うん、そう、そのお父さんの深夜の LINE がおもろすぎて、あや、うんうん、つぼっちゃってさ、うんうん、その不正使用だとしたら怖い、丸てかさ、全国のお父さんでどういう感じの LINE なんだろう。確かにお父さんってああいう LINE じゃん、絶対、うん、友達のお父さんとかの LINE 見てもあんな感じなのね、うん、なんとかだ、なんとかしろとかさ、うん、なんかもう命令系というか、冷たいよね。そうそう、うん、とかお父さんたまにさ、テディベアとかの写真を送るとさ、うん、バカ可愛いとか、ああ急にね、急に送るの、そういう、そういうこともマジで親の LINE がおもろすぎて。確かに、どんな LINE があるか。でもお父さんは、うん、マジでわらとか使わないね、これ見る感じ。あ、お母さんたまにわら使うんだよね、うん、ドクランが完成してテディとベアを遊ばせた時のお父さんのコメント、うん、動画とともに、うん、テディベア初ドクラン、テディは大喜び、ベアはそこそこ。何この、あのなんかそのヤフー知恵袋みたいな喋り方というかこのな、何このこの文章。でもお父さんは本当に喋るような LINE をしてるかも。あの LINE の文章とした喋りってじゃあちょっと違うじゃん、うんうん、了解ですとかもさ普通言わないじゃん、うん、けどお父さんは言う言葉しか送ってきてないわ。お父さん声で聞こえるもん、この LINE だけ。でもたまにちょっとギャルというかえーって、あの普通の A の伸ばし棒で点走ってくれーの例の伸ばし棒はこのなみなみどっちも伸ばし棒でいいけど、ちょっとギャルを入れてきたり